皆さんこんにちは、道楽です。前回ね、5月の頭に履き始めて60日延べ60日履いた517の US の流通モデルのリジットですね、こちらのファーストウォッシュの動画を上げさせていただきましたけれども、さらにそこから2ヶ月ということでトータル100日履いてきた状態が今このような状況になっています。前回のね動画をと見比べてもらったらいいんですけれども、このあたりかな、ちょっとね車の鍵とかをねポケットの中に入れる癖があるので、ちょっとこのあたりこう部分的に色が剥げてきたり、あとこの太ももの前の部分ですよね、膝上の太ももの前の部分の色がだいぶ落ちてきたかなっていう感じがしています。でヒゲの部分に関しては、まあ一度ねファーストウォッシュしてノリが落ちているのであまり変わってないかなっていう気はするんですよね。で裾前側の部分ですね、裾に関してはそんなに変わんないかな、特になんかこう新たな発見っていうのはないですかね。でこの裾裏の部分ですね、この部分はファーストウォッシュしたことによって、まあ、色落ちがある程度落ち着いてきたので、スニーカーの方に移るっていうことは減ってきたんですけども、やはりねこの端っこの部分はだいぶ落ちてきてます。でうっすらと、まあ、パッカリングのこの斜めのね状態のやつがこう出始めてきたかなっていう感じで、裏側ですけれども、やっぱりねこう座りますので、お尻の部分はまあまあ色が薄くなってきてますよね、で膝裏蜂の巣なんですけども、履いているねシワはあるんですけども、蜂の巣って言われるほどのその色のこう落ち具合っていうのはないですね。まあ完全に消えてしまったと思っておけばいいかなって感じで、やはりちょっと裾が引きずってるのかな、後ろの方が少し色落ちが進んでいますかね。これが今100日を履いてきた現状の US 流通の517リジットの状態になります。でやっぱりね梅雨ということもあって2ヶ月、履いてきて、まあ、2ヶ月延べにして100日履いてきて洗わずね来たんですけれども、さすがになんかもうね着ててねしっとりしてるし、ベタベタするようなこう気持ちになってくるし、まあ、匂いが出てるってわけではないんですけど、やっぱり自分的にはもう我慢できないということで2度目の洗いに今日入りたいと思います。またいつものように MR で弱水流かな、今回は洗濯機で、あくまでもレギュラーラインの517ですので、洗濯機でとはいえ、まあ、弱水流で洗ってみようかなというふうに思っております。それではまた洗濯後乾いた状態で、どのようになったかを報告したいと思います。はい、洗濯が終わって乾かしてきました。まあ見ての通りですね、洗濯前とあんまりインディゴの濃さは変わっていないっていうか、まああんまりねインディゴが落ちないようにデリケート洗剤を使って弱い水流で洗いましたので、そんなにこう洗濯によるインディゴがこう落ちていくっていうようなことにはならないように、まあ、気を使って洗っておりますので、そんなに大きく変わってないかなと思いますが、やはりここ普段車のね鍵を入れる、ところのこの色落ちが激しいですかね。あとまあ最初の頃にできたこう当たりに沿ってやはり色落ちがこう進んでるかなっていう感じですよね。こことかね、こことか、こことか、こことか、あとまあ裾はやはり落ちてますよね、ずっと。まだ激しいパッカリングっていうのは出てないですけどね、で後ろ側、こんな感じですね。後ろ側もやはり座ってお尻がつくところがやはり一番色が落ちてるかな。で、蜂の巣と言われるこの膝裏のあたり、この辺りです。
ですね。この辺りに蜂の巣が発生するんですけれども、もうほとんどこの辺ね、他よりもちょっと、進んでる部分はありますけれど、色落ちが進んでる部分はありますけど、まあ、ほとんどもう見えなくなっちゃったかな、前回60日履いたところでも指摘したんですけども、ブーツカットなので少しこう裾に行くに従って広がっているからなのか、こう足のね内側のこの部分がこうぶつかるんでしょうね。糸がこうほつれてきたり、色落ちがここだけ進んでいたりとかするんですけど、この傾向はやはり変わらないですね、ということで、まあ大きな変化、この60日から100日までの間の履き込みによる大きな変化っていうのは見られませんでしたが、まあ、強いてあげればこの辺りですね、あの車の鍵を普段入れている右側のポケットの辺りの色落ち、ここですねがちょっとこう特徴的なものが出てきたかなっていう感じですね。で、これまでは連続して何十日も履いて色落ちをこう確認したりとか、ヒゲであったり、蜂の巣が出るかどうかっていうようなことを、まあ、見る上で、連続して履いてきましたけれども、これからはそういう使い方はせずに普通に履いて普通に洗っていこうかなと思っています。洗っていく時やはりあのデリケート洗剤で優しく洗うっていうことに変わりはないんですけれども、何十日も履き続けるっていうことはちょっとしないかなというふうに思ってますね。特にまあこれからね、7月8月9月のやっぱりお彼岸ぐらいまでは暑い日が続きますので、汗かいてベタベタになっちゃいますから、そうなった時には早めにちゃんとこう洗って、皮脂であるとかこう汗とかね、吸った汗とか汚れを落としてあげて、布をね、傷めないように、生地を傷めないようにしてあげたいなというふうに思っております。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。今回は現行のリーバイス517リジットを履き続けて100日目の経過観察の動画をお送りさせていただきました。この動画が参考になるようでございましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。道楽でした。